ソザコか。ま、大したことねえよ。全部俺が蹴散らす。僕、名前適当につけちゃって。みんなが言って、あの家があれば私はそれでいいや。黄昏の丘と家族を守るために。待ってろ、イチ。黒い鳥は私にお任せを。そう、やっそー。あなたがいないとこの世界はつまらない。好きなようにやるのが一番だ。プラネットもリアルもな。遊びだよ、ゲームじゃん。ネトゲ廃人なんてやだな。死ぬほど軽蔑する。クソが、現実なんてこんなもんだ。クソでできたクソだらけの世界に生きるクソ人間、クソの弟、クソ親父、クソのクソのクソ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 、そしてクソ。世界はクソだ。クソのクソのクソ世界だ。ゴミクズ勝手に行けば勝負村人へ。こいつが究極のエンドコンテンツ、幸せの黒い鳥。プラネットは理想郷なんだ。そうだな、意志をよこせ。あいつに家族ごっこなんて似合わない。意志はやれないな。こいつはうちの要だ。リアルの詮索は禁止。それが一家のたった一つのルールだよ。俺は知らない、本当の家族ってものを。今帰ったぞ。おかえり、おかえり、シロさん。おかえり、おかえり、おかえり、シロさん。シロさん、俺たちは知らない、互いに何も。